私たちは草津市でお稽古している青雅流剣舞会です。剣舞とは刀と扇を使い侍の心情を舞で表現する日本の伝統芸能です。かつて侍が戦いに行く前自らを鼓舞するために舞ったと言われています。みんなで同じ作品を月に2回一緒に練習するのが楽しみで頑張っています。稽古日は第1、第3金曜日の19時から20時半です。年齢、性別は問わず5歳から90歳までの会員がおります。草津市のみならず市外にお住まいの方も歓迎します。ぜひ一度遊びに来てください。舞台を目指して頑張っています。アミーチュー。